マンチェスターシティを率いるジョゼ・グアルディオラ監督が20歳のスペイン代表 DF ・リック・ガルシアのバルセロナ行きを断言している。スペイン、マルカが現地時間1日に報じ、今シーズンのシティの試合はダゾーンで、いつでもどでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、バルセナで生まれ、2017年にバルサの下部組織からシティに加入したガルシア。2018年にシティのトップチームに昇格。今季は公式戦9試合に出場している。アルディオラ監督はガルシアについて、息子、ようだとコメント。その息子のような存在のルシアを、昨季、ロックダウンの後、我々の CB の中でストだったと称賛している。さらにグラウデ・オラ監督は、自身も指揮していたバルサへが、シアが復帰する可能性を明言。彼は、バルセロでプレーすることになるだろう。彼は、平均的選手ではない。トップ選手だとコメントしてる。果たして、ガルシアはいつかバルサに復帰ることになるのだろうか。りょう。